やはりそういうことか。これですか。いいですか。はい。やはりそういうことですね。じゃあ行っちゃいますか。行きますよ。はい。いやとうとう来ちゃいました。見てください、セットです。もうちょっといいですか、これ触って。すげえ。俺これあんまり見たことないんですよ。ジャックになった時だけつくやつですよね。はあ、こういう風だったんですね。これちゃんと触るの僕初めてかもしれないです。見えてます、皆さん。これ何から言おうかな。10です。ここも光ります。色すごいっすね。てか色が本物だ、これ。これもついてるんですね。これも僕あんま見たことないです。で、これ使ったのもあんま見たことないです。刺して打つみたいなやつ。ちょっとなんかダメだな、なんか椿みたいにうまくできないな。どうやってやってたかな、椿。ですね、椿のも見てください。ですね、あともうほんといろいろあるんですよ。銃入れるやつ銃入れるやつと、銃と銃の先っぽにつける剣と、手につけるやつと、ベルトと、変身の写すやつ。はい。でも本当すごくないですか、これ。色が。これ皆さんわかりますか？色。全部塗装してるってことですか？すごいですね。全塗装、全塗装です。全塗装は何でも高いですよ。車でも、何でも。これ全塗装です。なんで、高いかもしれないです。いや、高くないです。椿のやつよりはお値打ちです。あとこの剣見てください。当時アクション監督がこれどうやって使ったらいいんだよって言った、この先っぽの剣。これはもうアクション監督でさえどう使っていいか思いつかなかったんで、これはもう皆さんがアクション監督以上のアイデアを出すっていうための商品ですよね。刺して撃てばいいのかって言ってましたからね。これはどう使うかはもう皆さんのセンス次第だと思います、僕は。あとこれですよ。あんまり強くならなかったジャックホームのやつ。羽が生えて飛べるようになりました。これで皆さんの今後もより良くなると思います。これを持っていると。あとですね、まあこれはそこまでないですね。銃入れるやつなんで、銃入れてください。多分もうそれ以外は使い道ないと思います。これ銃入れるやつです。あとこれあれですよね。多分、椿の時にもあった畳が出るやつですよね。そして最後これベルトです。これはマジで何だろう、同じものです。
これが撮影当時あれば、こうベルトが転がるシーンで美術さんがあんなにイライラしなくて済んだだろうなって思うぐらい成功にできてます。何個かしかなかったんで、こう転がすシーンで失敗しちゃうと傷ついちゃうから、ちょっとこう美術さん、もう一回やるのみたいな感じだったんですよ。これ当時売ってたらよかったんですけどね。これ開けたりしてもいいですか。これ結構大人の人までいけるんですよね。こう、あ、そうです、中にあのちゃんとベルトがあって調整できるようになっているので、いやでも同じっすね本当に。あとね、分かりづらいかもしれないですけど、こことか超同じ。え、これつけてもいいかな。変身ターンアップ。すごいっすね、出ますねこれ、畳みたいなやつ。続いてギャレン・ラウザーです。これでちょっと橘咲夜ごっこをしたいと思います。カテゴリー8か、面白い。はい、これがまず一つですね。あとはですね、いきますよ、橘咲夜、1、はい、3枚抜きました。皆さん、僕は今から何の技を出すでしょうか。それは僕が一番好きなあの技。これ全部声入ってるんですか。え、声なしは、え、全部入ってるんですか。入ってないやつもありますか。あ、え、皆さん安心してください。あの左横なしもちゃんと入ってるので、あの左横なしのバーニングディバイトもあります。はい、これあのバーンってやるやつ、あのクルッチでバーンってやるんです。コンプリートセレクションモディフィケーション、ギャレンバックラ&ラウザアブゾーバー&ギャレンラウザー、いかがでしたか。うまく説明できたかわからないんですが、僕が説明できた以上何百枚もいい商品になっていますので、ぜひお手に取っていただければ嬉しいと思います。もう実際僕も今日手に取って、当時の仮面ライダーではすごく強いクールな男を演じていたのですが、今日久しぶりにベルトを巻いてギャレン・ラウザーを持って、その時の気持ちを思い出しました。皆さんもぜひベルトを巻いてギャレン・ラウザーを持って、すごく強いクールな男になってください。皆さんぜひボロボロにしないように。それでは、仮面ライダーギャレン、橘咲夜役の浜野でした。